はい。今回は選挙ギャルズの違和感と、まあ、謎、こちらについてですね、えー、調べてみました。あこの内容関心持たれる方いらっしゃるかもしれないんですが、まあ、最後まで聞いていただければあお分かりいただけると思います。まあ、結構ね 単純なんですよただ、あのその途中途中にあのわ分かりづらいことが入っていたりとか、あと、まあ、なんていうのかな、こういったまあ、目的のもとに、まあ、このその選挙がギャルズとかっていう活動してるんじゃないかとか、まあ、あとちょっとまあ面白いこととか、まあ、そういうこともあるんで、えー、お伝えしていこうと思います。まあ、こちららの話がでですね、えーまあ、少し前から注目されてるんで まあ僕もあの調べていたんですよ。で、まあ、今回はちょっとね、えー、うまく言えないんですけど、あの形式を変えて、ですね、えー、最初に結論を言います。最初に結論を言って、えー、なぜそのような結論に至ったのかっていう、まあ、そのプロセスを、えーまあ、その後にお話ししていきまして、であとはまああの、多くの方が関心を持っていただいている、まあ、内容について、えーまあ、一つずつ、まあ、分かるところを触れていきますので、そんな感じで、えー、よろしくお願いいたします。 この選挙ギャルズっていうのは、これは何かっていうと、立憲、共産、社民、令和、この4つの政党ね、こちらを押してるんですよ。単純に、えーまあ、この4つの政党を押してる。選挙ギャルズの背後には、こういった、まあ、政治の力があると。で、えーまあ、誰なのかなっていうのを調べてみたらね、えー、福島三,三丸法っていうね、あの,あの人ですよ。社丸党のね、うん。で、その人が言ってるんですよ。 今日はとっても嬉しい日、えー、選挙ギャルズが国会に来てくれました、話がつきませんって、で、うん、この特定の、ね、党首と話がつきないものまで話しちゃうっていうのは何なのかなっていう感じじゃないですか、でそれっていうのは裏でつながっているから、であの後で言いますが、そのおこのこ選挙ギャルズの立ち上げた一人が、ねえー、この福島みまるまると一緒に写真写ってるとかっていうのがあって、うんそ,まあ、その写真がまあどうか分からないっていうのもあるんですが、このまず福島の発言からこれを思うと。 だから、あの、まあ、一つの大きな有力なる可能性として、この選挙ギャルズの背後には、社〇〇党の関与が疑われると、うん、本当に多分そうだと思うんです、単純に言って。で、えー、こ今回の話で、ですね、えー、よく、まあ、皆さん、そう思ってらっしゃるかわからないんですけど、 あの右翼とか左翼とか言うじゃないですか、右と左とかなんとかとかって言うんですけど、例えばね、日本共丸党もカルトとかって言うんですが、自民党もカルトですからね、後ろに東丸教会いるカルトじゃないですか、なんかこれらっていうのはすべて2つの物事が、例えば右と左とか、与党、野党とか、そういったものがある、そのプロレスですね、後ろに同じものがおって、プロレスしてる可能性があるんですよ。もちろろんんそののプロレスの正体ががつかみきれないところがあるんです ですが、その可能性が非常に高い、えーと、僕はもうずっと前から思ってるんでね、うん、だから日本のその宗主国の存在が後ろにあると考えるんですよ。で、あの2つのもので競ってるようにまあ、見せてるるというか、まあ、見せてるだ,だけっていうふうに思ってます。だから あの右翼とか左翼とかって言ってる、こういったこの選挙ギャルズのことがわからないんで,で、僕はあのここからお伝えしていきますが、別に右翼も左翼も使いませんので、今回ね、あのこういうことを考えて、でこの選挙ギャルズも自分たちがしていることが何だかわからないから、話せないんですよ、例えばそういったことあそれもわかるんで、全部ここからあのお伝えしていきます。で まあこの選挙ギャルズっていう、まあ、ギャルズっていう女性っていうことなんですけど、まあ、この <laughs> まあ女性の、まあ、活動っていうようなことであの言ってるんですけど、別にあの正直ギャルズではないんですよ。ギャルズって若いっていうことじゃないですか。だけど別に若くないんですよ。で例えば、あのこの選挙ギャルズの一つのね、えー、発言があるんですよね。うん、でそのことがちょっとあの分かっているんで、その発言されたあ内容を、ねえー、お伝えしていきますね。えー ちょ,ちょいちょいちょいみんなまさかだけど選挙終わって満足してないよね会見勢力やバミヤ市会見まっしぐらとかありえんすぎるから。 り今のおうちらができることとかって言ってるんですけど、まあ、ここの中に、えーまあその、自分たちは会見に反対するぞっていうことを言ってるんですよ。でえー、ただ、この自分たちは会見に反対するぞっていうことに関して、ですねあの防衛費増額とか、そういったことを言うんですよ、この人たちっていうのは。で、おそらく分、まあ、かってないと思うんで、このなんでかっていうと、この選挙ギャルズっていうのは活動してる人っていうのは、その後ろにね、謝丸党の政治の力があってあのいやってる、やらされてるだけとも取れるんで、 あ,あんまり分かってないと思うんですよ、別にその,そのことが悪いとかいいとか、そんなことじゃないですよ、分かってない人があまあ,あのやってる、やらされてるっていうことだと思うんで、で、会見に反対することの一番の、えー、意味っていうのは、えー、まあ、そのね、えー、防衛費増額とか、あその敵基地攻撃能力とか、そういったこともあるんですが、それ以外にもあるんですよ、全然触れないんですけど、緊急事態条項の反対です。 緊急事態条項の項目の中に基本的人権の削除というものがありますから、こういうものが通ることによって国民の人権が、えー、失われる、奪われる可能性がある。で、この後に、えー、この人たちはですね、この選挙ギャルズという人たちは人権という言葉を使うんですが、じゃあなんでここでこのこと言わないのって話なんですよ、会見の話。会見の話に関して全く緊急事態条項に触れないんでね。うん、で、えー会見なんあ、会見はあしてはいけないんだっていうようなことを言って、 でまあ、何を言うのかというと、例えば立憲、共産、社民、令和、そちらの方に、えー、来なさいみたいな、そういったまあ政治的、まあ、誘導するんですよ。僕は別に自民党の方にも行かないですし、このね、えー、共産党の方にも行かないし、別にどれ誰もいいと思わないんで、うん、まあ、そういう人が、えー、い,いないと思ってるんでね、まあ、何人かいるとは思う,思うんですけど、まあ、なかなかちょっとどうかなと思うんで、まあ、今回そのことは言い,言いませんけど、まあ、そ,そ,そういうことです。だから、あの、 なんだろうね選挙ギャルズとかって言ってますけど、背後にそのシャーマル党の支持があると考えられて、えその通りの元に動いていると考えられるんですね。で、またちょっと全然、あのー、まあ、なんていうのかな、おかしい話がおかしいことを言ってるんですけど、もう本当に言ってることがもう矛盾してるんですね、それは何かっていうと、例えば選挙ギャルズのえこの発言です、こういったことを言ってます。 お,おっさんとか加齢衆とか言ってるやつら何も分かってないな。ギャルっていうのはマインドなんだよ。年齢も性別も関係なく、自分をギャルだと思えばギャルなんだ。選挙ギャルズもそう言ってる。てかこれ覚えてほし,しいんだけど、うちらの言ってるギャルってマインドの話だからね。性別とか年齢とか書くこと関係ないよ。そこのところよろしく。 っていうことを言ってるんですけど、いやいや、じゃあギャルっていうのやった話じゃないですか。だけど、これっていうのは意味が違うんですよ。あの、まあ、その僕が言ったようなことを言ってしまうとね、えー、身も蓋もないんで、えー、違うんですよ。 セインギャルズって、このギャルズっていう名称に意味があるんですね。この名称をつけた意味が。なぜかっていうと、あの背後に政治が絡んでるんで、若者を取り込みたいわけですよ。だから、<laughs> 若者受けするような、ギャルズっていうとね、えー、例えば若者受けするじゃないですか。例えば中年おばさんとか中年おじさんとか、もう僕中年のおじさんですけど、中年おじさんって若者受けしないじゃないですか。だから、あのそうなんですよ。ただし、このね、 あのなんかもう年齢も性別も関係ないんだギャルと思えばギャルなんだってそれだからギャルになりすましてるって自分で言っちゃってんだろうってバレちゃってるよっていうか自分で言っちゃったねっていうそういった話なんですよね。 だから何かって言ったら選挙ガル、選挙ギャルズの背後には、年齢層の高い政治家がですね、えー、若いような無理をした文章を作っている、そして自分たちの方向に政治を誘導しようというその意図、シャーマルとね、その可能性があると、でこれが結論なんですよ、結論というか、まあ、僕のあのまあ、調べた結果の結論なんですね。で じゃあもうちょっとね、えー、なんでこういった結論になったのかっていうことを考えるんですよね。別に、デタラメでこんな結論を言ってるわけじゃないんで、えー、このようなあ情報から。 こう考えて、えー、こ,こ,うこうだと思うんですよねっていう、まあ、話をここからしていこうと思うんですがさっきあの言いましたけどあの、まあ、日本というのはそういう、ねえー、2つのものがよくあるんですけど右翼とか左翼とかあと右,右,右と左与党野党とかね、うん、あと例えば、まあ、野球とかもありますけどセ・リーグパ・リーグとかそういった2つのものがあったかもあるかのように、えー、見せかけるプロレスの可能性が高いんですよ。 あの2つが対立しているというように見えるんですが、実はそ,そこの、ねえー、元をたどっていくと、えーまあ、<laughs> 根本が同じであるってうそういった話なんですよ。両、まあ、立てっていうんですけど、この両立てを使っている可能性が非常に高いんですね。うん、でま,まずこういったことがわからないと、もう何があるんだか途中でわからないんで,で、先ほどお伝えした右と左の根本には両立てがあると、でその両立ては、えー、日本の創始国である可能性が高いと、まあ、そういったことを頭に入れて、えー、考えていきます。で この選挙ギャルズっていうのが出てきたのが、2022年の5月からかな。でこの選挙のために活動していたっていうことなんですよ。まあ、文字通り選挙ギャルズだからね。選挙前に活動してきたんですね。出てきて。で さっき僕がお伝えしたんですけど、選挙ギャルズっていう、このギャルズの名称ですね、うん、若い女の人を取り込むため、若者の支持を得るため、そういったものなんですよ。ただ、まずここに一、あのー、つ、あのー、なんていうのかな、疑問なところがありまして。 選挙ギャルズを立ち上げた人っていうのがいるんですが、その人の写真がなかなか見当たらないんですよ、それもおかしいじゃないですか、他の人の写真は見当たるんですけど、その選挙ギャルズの立ち上げた人の写真が見当たらないんで、まあ、どこ行かれたのかなってね、えー、実はもともと違う人だったのかなとか思ったりもしますし、まあね、狙いとしては18歳から25歳の人を、まあ、選挙っていうか、まあ、そのシャーマル島とかね、そういったところに取り込もうっていうあの、そういった政治的プロパガンダの可能性があるんですね。 うん、でこのさっき言ったように、ねえー、そう調べてみるとわかるんですが。 選挙ギャルズを立ち上げた人の、えー、掲げてる、えー、なんていうのかなあ、まあ、スローガンといいましょうかあそのその人の掲げてるスローガンっていうのはあの改憲とね合憲、えー、っていう話なんですよ憲法を改正するとか、えー、しないとかっていうまあそういったことを話し合うとかって言ってるんですが全くね、えー、さっき言ったけど人権とかっていうのもよく,よく分かってないでしょうしでまあ、あこれもちょっと厳しいんですけどそのうん憲法に関してもよくいろいろ言われるんですけどそれもプロレスの可能性がある と僕は思ってるんでね、まあ、今回はちょっとそのことについては、あのまあ言い、言いかねるところもあるんで、えー、ちょっとどうかと思いますけど、なんかももしかしたらあの、ねえー、決まってるし、今っていうのは、いい方向に決まってるわけですよ、この日本の憲法っていうのは、基本的人権をね、えーまあ、の尊重されるっていうことなんで、でそれを、えー、なくそうとしてるっていう、まああで、あるいはそういったことも、そちらの方にも向かおうとしてるっていうね、だから逆を言うと、その緊急事態条項をなんとか国民が、えーいや、いや、そうならないようにしないといけない って話にもつながるんですけどちょっとそれ話すとややこしくなるんで、まあ、今回はあその話をちょっと一回置いておきます。あの表向きはあこの選挙ギャルズは何かというと、会見と語源憲法を改正するか、えー、憲法を改正しないか、そういったことを話し合いたいとか言うんですが、えー、立ち上げた人をどこにいるかわからないんですよ。周りには人がいるんですけど、その人どこにいるかわからないと。でこの 選挙ギャルズを立ち上げた人っていうのが、福島あ丸,丸○ほとね、一緒に写真写ってるっていうことなんで、ここからも分かるじゃないですか、やっぱり、えー、このね、えー、選挙ギャルズの背景には福島とシャーマル島がいたっていう、まあその政治の意図ですよね、政治が後ろでつながってるっていうこと。で、あのー、ここからなんですよ。 この選挙ギャルズとか、その背後にいるシャーマルと、ねえー、福島とかは、あの語権派ということで、語権を推奨してるんですけど、語権の意味が多分分かってないんですよ。うん、別にそのいいとか悪いとか、僕はもちろん語権派ですよ。言うなればあの、憲法を変える必要がないと思ってるんでね。うん いろんなこと言いますけども,もっと外交しろとかっていうことも思うんですけど、まあ、そ,れもそ,のそれもちょっと一回その話置いといて選挙ギャルズの狙いとかシャーマル党の狙いは5県なんですよ5県派,派を増やそうということなんですよ。 でえー、この御憲派の言うことっていうのはその防衛費増額とかね増税とか、うん、それも、ね、前もお伝えしましたが防衛国債で済むんで別に増で防衛費を増額するんで防,防衛国債にしろって話なんですけどそんなことも必要ないと思いますしそ敵基地攻撃なんとかって言いますけどそんなこともあの必要がないんですよ。そもそももあのね、えー あのもう日本はその数十年間、そのまあ、戦争しないということになってるんで、そんなところで例えば変な風にそうにそれが変わるとね、今度、例えば外国から攻められるって、そういった危険もあるんですけど、まあ、そういったこともあるから、しないで、そのまま護権の方で行けばいいと思うんですよ、ただし、あの護権する、えだから憲法を守る、九、ま、条、あ、ですよね、九条を守るということが表側に出てるんですが、裏の目的があるんですよ。 会見、ご見の憲法を改正、裏の目的があるんで、その裏の目的が緊急事態条項なんですね。 緊急事態条項で基本的人権の削除という項目が入ってるんで、そういったところから今まで通りにはならない可能性があると、もし会見してしまったらね、でその会見する会見内容っていうのも、マ丸協会っていうカルトの協議に沿ってしていくっていうことなんで、国民にとってとてもいい方向に行くとは思えないんですよ、この会見の話がね。うん、だからそういった理由で会見反対とかね、そういった。あのあのの 観点からあ5件このままでいいんじゃないかっていうんですけど、選挙ギャルツはこういうことは一切言ってないんですよ。緊急事態事情報の木の字も出てきてないんでね。うん、分かってて言わないのか分からなくて言わないのか、なんだか知らないですけど、まあそうではないと。だからあのー 会見、五軒の話を持ち出してきて、えー、狙いっていうのは、社民と共産の選挙サポートに入る若者を探していると思います。僕は調べててそう思いました。うん、この選挙ギャルズの目的っていうのはあるんですよ。社民、共産の選挙サポートの若者をあの集うこと、えー、そういう人たちを集めること。逆に自民、公明、国民民主、維新、国盛、参政党。 幸福実現党ってていうところには反対してるんですよだからそういったものに反対して、あのね自分たちですよね、その社民共産のところに、えー、まあ人を集めようっていう、そういった明らかにあの政治的誘導、プロパガンダですね、プロパガンダを引くんですが、後ろにいるんですよ、選挙ギャルツの後ろに、そのシャーマル島とか福島がいるっていうことです。で この選挙ギャルズっいうのはまた別の話もあってねあの国葬ってあったじゃないですか、安倍の国葬、ね、に反対してるんですけど別に僕も国葬に反対なんですよ、ただここで大きなことが出てくるんですよ、左翼だから反対してるわけじゃないんですよ。 こういったところで、まあ、話がどんどんあの変な方向に行くんですけど右翼左翼だからとかねなんとかだからっていうのは左翼だから反対してるわけじゃないです別に僕は右翼でも左翼でもないしおそらく、まあ、あこういうことを考えてる人,人っていうのは、うん、そんなことでは反対してないじゃあ何で反対してるのって反対してる明確な理由があるんですよ選挙ギャルツが全く言わないけどね、うん、全然違うんですよなんで国葬に反対するのかっていうのは単純です反対する国民が半数以上いたわけですよ、うん 国民の半数が反対しているにもかかわらず、その国民の声を聞かないって、民主主義どこ行きましたかって話です、さらに、えー、国民が反対しているにもかかわらず、税金を使って国葬を行うっておかしいじゃないですかで、さらに国民の声があるじゃないですか、国民の声を無視してますよね、閣議決定で押し通したから、そういったことがおかしいって言ってるんですよ。 別に手順を踏めばいいんですよ、きちんとね。例えば、あ国葬に反対します、じゃあ、ねえー、一回そのことを審議しましょうかって言うんだったらいいけど、別に審議していないし、で例えば審議していないものに税金を使う、ねえー、で例えば、きちんとそのあの憲法に詳しい人が言ってましたけど、それを例えば国民投票とかで考えるんだったらいいんですけど、岸田の、ね、閣議決定で押し通したわけじゃないですか。 日本に民主主義がないということを示している、そういうふうにも取れるこれ案件なんですよ。だから反対してるわけで、反対してるというか、もうあの、通ってしまいましたけどね、それが、反対していたんですよ。しかし、選挙ギャルズはこういうことは言いません。なんででしょうね、分かってないからじゃないかなと思いますけどね。だから別にこの、この選挙ギャルズっていう、その活動してる人たちを別に悪く言うとか、どうとかって、そういう話じゃないんですよ。単純にこの政治のプロパガンダと、あ政治のプロレスを、まあ、し,てしてるっていうふうに、そのように解釈してる でこの選挙ギャルギャルズの目的は何かっていうと、若者から支持を得ること、若者から支持を得たいと思っていること、しかし現状、若者から支持を得られていない、それはなぜかというと、まあ、話が難しいからっていうのもあるんですけど、それ以上にもっと手前の段階があって、あの言ってる言葉付づけがおかしいんですよ、表現が。うん、だから例えば、ね、えー、言葉がどうかわからないですけど、おじさんとかおばさんとか、もっと言ったら、ねおじいさんとかおばあさんが若者言葉を必死に真似て考えるんですよ。今の若者ってここうういうことを使う どうかな、こうどうかな、ああかなって言うけど、今の若者ってそういうことは使わないんですよ。使わない、若者が使わない表現を出してるんで、もうバレてるんですね、若者に。うんんんだかからいいろんな意味でおかしいんでおしすよその 例えば本当に若者がね、えー、その戦闘を走っていってこうするって言って若者が立てたものであれば少なからず内容は別にして表現であれば若者にね、えー、まあ理解されるんですけどまず表現が若者に理解されないんですよ。でさっき言いましたけどこれ人権とかって言うんですけどで人権がとかっていう割にね緊急事態条項についても触れないじゃないですかだからおそらくそのこの選挙ギャルズっていう活動されている方たちね、うんまあ、その背後にシャーマルトがいて。 で、えー、そのまあ、手先となってね、駒となって動いてるこの人たちもわからないでしょうし、あの若者もわからない。別に僕は分かってるとか言いませんよ。僕はあのこれを調べたんで、こうじゃないかってあの思うんですよ。だからもしこの人権の話をするんであれば、えー、あの、 会見、5件の話で、緊急事態条項があるから、基本的人権がなくなるからって、そういったことから、えー、ね憲法改正反対とか、5件とかって言えばいいけど、そのこと言わないわけですよ。で、あの言,う言うとしたら、ワールドピースとかって言ってね、うん、まあ、よくこれもありがちなんですけど、そのね例えば、平和がとかなんとかって言うんですけど、それは確かに平和がっていうのは大事なんですよ。うん、そのね <laughs> あの防衛費増額とか敵地能力とか反対とかそういうのは大事なんですけどあの裏の違う目的があるということですその緊急事態条項とかねただそのことには全く触れずにあの、ね、そのワールドピースとかって言って自分たちの,あの推奨している政党に話を結びつけようと、えー、してると思いますでこれは調べていて思ったんですけど皆さんもこ,このように思っていただけるとと思うんですが 昔ですね、あのこのシールズっていうね、あの知っ,て知ってる人多くいらっしゃるかと思うんだけど、政治のやつであの若者を集めたあのこのシールズっていうの,の,のがあったんですよ。何十年ぐらい前かにね。で まあちょっと調べてわからないところもあったんで、正直にこれちょっとどうかなと思うんですけど、このシールズの時もうまいこと、この政治に若者の関心を寄せようとしたっていうことなんですが、今回の,この選挙ギャルズとあのシールズっていうのは同じ形をとってんじゃないかってだから同じようにして若者を取り込もうとしている。今回の選挙ギャルズもこの手法を使っていると。ただ、あんまりうまくいきませんでしたね。うまくいきませんでしたねってうまくいってないと。これをあのねちょっとまあむず難しい っていうか難しい言葉で言うと、まあ、シールズっていうのはあラップっていう音楽が 今風、まあ、ちょっともうね、使わない言葉かもしれないけど、ラップイコールナウイとかね、そういった感じで、あのまあ、20世紀末以降のね、まあ、その鎮譜化した図式とかって言って、で今度今回、今回の選挙ギャルズは、えー、ギャルイコール今風みたいな、同様にこの陳腐化した構造を、えー、持っていくと、共産党とか、あまあ、ここで言われてますけど、この左翼っていうんですけど、別に左翼かどうか分からないけれど、まあ、若者を狙うっていう作戦だと思います。 うん、か右と左っていうので、えー、対立して、えー、若者を狙おうと。で うんまあ、ここには、あそう調べたものには、この昭和のスタイル、昭和の考え方が、もう令和になって伝わらないぞって言うんですけど、まあ、それはどう、まあ、そうなのかなと思うけど、さっき言ったあの表現がもうわわ、わかるんじゃないですか。か例えば、さっき僕ちょっと言いましたけど、ね、まあ、皆さんだったらわかる方いらっしゃると思いますけど、今の若者になんか、なういとかってもうわかんないと思うんですよ。うん、なんかもう、何言ってんのお、おっさんっていう感じだと思うんですよ。なんか、ナういとか、ヤングとかね。うん。わかんないじゃないですか、今の若者って。で逆に 今の若者が使っている言葉っていうのも僕もわからないんですよ、おっさんだからね。うん。だから、まあ、こういった理由からうまくいかなかったんじゃないかなと思います。で、 この選挙ギャルズの狙いっていうのはその背後に、えー、シャーマル島がいるとか福島がいるとかっていうのがあるんですけど、別にねこのなんだろう活動してる人をどうこうっていうのは、ね、別に言わないです、そんなことじゃないから、あこの選挙ギャルズの背後にいるそのシャーマル島とかあ福島の考えをままああのね妄信、えーまあ、し,してくれる人ですね、妄信し,してくれる若者、うん、だからこれをするって言ったら、ももう一時何もだ僕が言ったようなことです、いちいちこれっいうのはこうじゃないか、あじゃないそういうの言わずにか。 ししててくれるる若者を探しているんですよ政治のことなんて別に分からなくてどうだっていいんですよ。それが目的ではないからね。うん、でもっと言うんだったら、まあ、僕もちょっとあお伝えさせていただいてますが、こういった話をもし話すんであれば、ちゃんと調べないとね、自分である程度、まあ、僕はあのリスナさんの役に立てればと思って、まあ、調べた限りお伝えしてますけど、まあ、そうじゃないとあの、ねえー、分かんないじゃないですか。だから、この選挙ギャルズは謎で,な謎で違和感がありますが、この目的っていうのは、その若者を引き込む、大衆誘導の ためそのためだと思うんで、まあこの選挙ギャルズっていうのもまあ要注意ですねまあ別に相手にすることもないし、この裏っていうのはどうなってるのかというと、背後にシャーマル党がいると、でその政治プロパガンダの可能性があるっていうことだと思います。この選挙ギャルズっていうのは最近注目されてるんでね、まあ、ちょっと分かる限りなんですけど、まあ調べて <laughs> お伝えしてみたんで、何か一つでもですね参考になっていただける点があれば、何よりですということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まままで聞いていいててたただきまししありがとうございました